セイラチャンネル、ハナとハルカとアキとカズです。今年のダリンジは静かに終わったね。お家がカラフルでしたね。明かりの何電飾っていうんですか。私たちもやった。あ、やったんだ。ハルカスはやった、私は寝た。ハナは自分の部屋にやるでしょ。やったでしょ、ライト。あ、そうね。あれはもう今日はついてないの。いつまでもいいですよ。あ、いつまでもいいんだ。まだデザインあるからね、11月の。あ、そうです。続けるよ。続けるのね。ろうそくは3日ね、3日だけ。フルモの前とフルモの日と後の日、3日。いいね。じゃあもうちょっと綺麗な姿が見れるんだ。はい。ママさんちゃうんでしょ今。さんちゃうんだよ。朝あれ人死んだよ、ママの。コロナじゃなくて、知らないの人は医者にナイフで殺した、うん、首に。自分の家から車止まってるの場所にいたね。いた時、あの自分の車を乗るとする時、知らない人はナイフを刺し、ナイフを出して首に刺さして、死んだ。サンチャンのどこら辺？道はわかりません。私もその道の名前はね、聞いたことない。それヤンゴですか？ヤンゴだよ。私見たのはモトバイクで、医者さん。それはね、ちょっと前にビューネの辺でしょ、カナユの。ヤンゴがビューネ行くの町にもね、医者さん一人死んだ、あれ。それも殺されたの？はい。マジか。なんで殺したのかわかる？その人はタクシーを借りたね。だから今捕まれたのはその運転手だけ。うん、同じく今捕まれて、警察は今いろいろ聞いてるね。まだやたの人は捕まれてない。犯人まだ捕まってないんだ。怖いな、ちょっと。外出れないね。その人はね、前2日間ぐらいずっとそのあれ見てるかな、医者のこと。あ、狙ってたんだ。この下の人は前その辺に2日間ぐらいね、周りの人たちは見たことあるって言ってた。割とじゃあちゃんとチェックして選んで、はい、殺してたんだ、はい、ママと社長もね、気をつけた方がいいね。そうだね。そうだよ、ママ。喧嘩迷うとか、レーラーの方にもね、あ、今物をね、取ってる人いっぱいだよ。電話するながら歩くと危ないよ。電話を取ったり、もう財布を取ったりするよ。まあ、計画的っぽかったんで、変な話、カズさんとか私だとこう見た目でちょっと分かっ、あ、まあ、カズさんはちょっと分かんないかもしれないけど、ね、まあ、私だとね、分かってしまうんで、その外国人だっていうことがね。そうね。お金いっぱい持ってるとか思ってね。ね、外国人でお金持ってなくてもさ、はい、外国人イコールって思われちゃうとね。僕もあれだな、汚い T シャツ着て歩くしかないな。ママも僕もそうだけど、ハナもハルカも気をつけてよ、可愛いから。可愛いですけどね、ナイフでやるはダメだよね、それは。そうよ。可愛いも死んじゃうね。いいんだ、それは死んじゃうね。美味しいもの言ってください。命が大事だから。そうね、本当よ。お金なんていくらでもあげるわ。お、いくらでもくれるんですか。あの間違ったですか。丹阿州の辺、蒙耶桥，橋ありますね。橋の下の川、川からね、死んだの人のあれは捕まれたって。マジ？本当。見つかったの？自分で自殺したみたい。そうか。まあ、コロナで鬱、ちょっと精神的に参ってしまう。やっぱ自殺が増えるっていう、もしかしたらそういうのもあるかもしれないね。ネピドにヘリコプターが届いたの、はい、お花が届いたみたいな言い方するから。何のためですか、ママ書いてるヘリコプター。うん、何のためだと思う。クイズですね、久々の。はい、ヤゴに行くために。2人か3人ぐらいしか乗れないから。いや、もうちょい乗れる大きめのやつ。大きめのやつか、あ、よかったよかった。はい、14人の乗客と2人のパイロット、計16人を乗せて600キロ。結構でかいじゃん。
はい、結構でっかいです。あ、じゃあなんだろうね、ヒントください。花なんだと思う？偉いの、なんか偉いの人たち使うの？偉い人だけじゃない。カールできないの人じゃない。あの自然災害の時とかの救助用のヘリコプターですね。あれ、救急車みたいにヘリコプター。救急ヘリだね。キューピット？救急、そう、ギャーなんで救急ヘリ。ごめんね。そう、のためのヘリコプターをね、用意したそうで、なんか、そう、会った時にヘリコプターでピューって助けに行ける。なんかいろんなそういう、まあ、土砂崩れとかそういう救助とかにも使われるんじゃないでしょうか。こういうのが入ることによって、あのもしかしたらね、助かる命が増えるかもしれないで ね、うん、良きことかなと思いニュースに取り上げました。豚食べる？豚肉食べてない。私は豚は食べる。最近食べない方がいいです。キャンベルのいう場所に毎日豚死んでるだって。病気の名前はまだわからないで毎日死んでるだって。あの辺の人たちも豚も食べないんだって。豚ね、いつも病気と思う。豚の病気は多いね。あまり食べない方がいいよ。いろんな病気あるな、困ったな。どうしよう、鳥だけ、鳥だけにして。鳥も前好きじゃない私。どうしたらいい？わかりません。ヤギ食べたい。ヤギ、魚。ヤギ、最近刺身食べたいと思った。ああ。刺身食べたい。そうね、年末刺身パーティーでもするか。刺身パーティーどこにするの？社長。いやいや、各自。あの僕がデリバリーするから、みんな家で勝手に食べて、で、あのオンラインですればいい。刺身パーティー。刺身パーティーしよう。はい。今年もね、あと1ヶ月半でね、終わるから、2020年。あっという間ですね。今年はもう何もできない。すぐ終わっちゃう。そうだね。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白い方ら、高評価を。もっと聞きたいなって思ったら、チャンネル登録をお願いします。それでは、花と、はるかと、なぎと、かずでした。どうしよう。話題だけだけね。うん、あれ嘘嘘あとおっぱいと思った。我々はちょっと嫌だと思う。外に行った人とか見るとね、カントリーとか、うん、レイアウトとか、人いっぱい。そう。だから遊んでる人とか、食べてる人とか、写真はいっぱい出てくるの。ね。だからね。だから我々たちだけ。だまされてる。社会が私たちをだましてる。そう、実はね、もうシュエルモンパブで空いてるんだよみたいな。僕らが知らないだけで、実はもうね、ダディンジュもみんなでワイワイ楽しくやったんだよとかね。そうだよ、私たちも悪いなしだけできないから、目玉もうやってるのにとかね。それだったらいいんだけどね。早くこの悪い夢から覚めてほしいね。そうですね。